閉店55分前からでもホールに夢はある。閉店チャンス司会のピスタチオ田中でございます。こんばんは。さあ本日はですね、閉店チャンス315は104バージョンということで、いつも通り東方川越店さんにお邪魔しているわけでございますけども、前回覚えてますか皆さん。開始1ゲームチェリチョービッグを引いて、その後19ゲームレギュラーだったかな、その後閉店までペカらず、そんなことあっていいのか。ダメですよね。なんで今回はしっかりとペカらして、あと終始もね下り坂なんで、しっかりとここも上げていきたいということで、本日も頑張っていきたいと思います。それでは皆さん一緒によろしいですか。いいですか、皆さんもいいですね。3人ほどオーディエンスがいます。嬉しい。それでは皆さんいつも通りよろしいですか。いきますよ。閉店チャンス。さあ店内に入ってまいりましたけども、今日も実践で選んでいきたいと思います。行ってみましょう。さあアイムの角台、ちょっとブドウが悪いのかな。合算はまあそこそこなんですけどね、黄金比の16と17、135分の1でちょいマイナス。マイジャグラ27の28で7200回ってる。でここもマイジャグっすね、はい、24の27。前日がすごいね、これファンキージャグラーなんですけど、45の31。どうなんだろうね、まあ、据え置いたりはしてないだろうから、でもお隣がね、まあファンキーなんで、レギュラーはあれですけど、30の9。ここもファンキー、ビッグ先行やけど、122分の1。さあ、どうしようかなといったところで、こんな感じのアイムジャグラーの空き台発見しました。レギュラー16回ですね。やっぱレギュラー信者の私はね、この台をチョイスしたいかなと。334番台アイムジャグラーで実戦スタートしたいと思います。頑張るぞ。てててててい、よっしゃ、1秒も無駄にしない。さあ閉店55分前になりましたんで、実戦スタートしていきます。いやー前回悔しかったね。なんかね、 あのスロット長いこと打ってますけど、やはりねこの納得できない負けと言いましょうか、めちゃめちゃレバー優しくしてたはずなのに全然ペカってくれへんやったってことで、今日しっかりペカらせます。まあ、レギュラー信者の私にとってはレギュラー16回、レギュラー確率だけで言うとすこぶる良さげな台ですね。むしろ6ブッチしてるんじゃないかっていうぐらいレギュラーは引けてるので、今日はこやつでボリッとポイントとサマエを稼いでいこうかなと。やるよ。ほんでもってね、前回上がった動画、閉店チャンス何話だろう、310話のねコメントねちょっと拾っていきたいかなと思うんですけども、いやいつもね、閉店チャンスのコメント出ちゃうで一番平和なんじゃないかっていうぐらいいいよね。安心して見れるもん。一番上にあるねコメントがね、閉店チャンスすると出ちゃう引退する率高くなるやめない211ゲーム早かったね。よっしゃ、ここからビッグに寄らせていけばいいだけ。ゼッツさんとか僕より長く閉店チャンスやって、僕より長く射撃、過ごしてますからね。だから大丈夫、人によりけりなのよ。どこの会社もさ、めちゃめちゃ長い人とすぐ辞めてく人、結構両角度に分かれるじゃない。それは仕方ないのよ、しかもこういう業種の仕事だしね。私は辞めません。一生現役スロッターです。投資一本です。あざす。いや早いんよ、初当たりだけは前回と早いんよ。ピッシャン、この前おすすめしてたパンツ旦那に買ってあげたら喜んでました。群れでいつもかゆかゆ言ってたので、私にはよくわかりませんがとてもいいらしいです。ピッシャンありがとう。前回の動画見て下着を買いました。履き心地が最高です。何の番組なんこれねえ。コメントだけ見たらステマの YouTuber みたいなそういう動画でしょ。
いやでもね、あのパンツはね、おすすめしてよかったなと心底思っております。行きましょう。はい、てってれてってて、いお、で、あの、この回で打ってて、直前まで僕が打ってた台を打ってた方が、まあ、心折れてやめましたけど、出てよかったです、これからも見てますと。見て、一生見てくれよ。4ゲームのペカリ、今日は負けないよ。もう祝福してもっと俺を、前回すんごい負を味わったから、今日祝福してくれてありがとう。あー、煮干しね、煮干しトークね、中村屋トークね。あー、ラーメンのくだり、待って、あれはね、食えなかったこと後悔してたからね、食べれてよかったね。今度おすすめの煮干し紹介しますね、待ってます。動画のコメント書いてください。なんかさっきも言ったけど、いよいよ何の動画これ、パンツとラーメンの話しか出てこんやん、ジャグラーの話して。はい、行きましょう。デッテルデッドトゥトゥエイ、いや出ちゃうで、今一番楽しみな動画なんだよ。めちゃめちゃ嬉しいよ、嬉しいけどちょっとネジ飛んでるよ、マジでネジ飛んでるぞ、もっと見るもあるぞ本当に。でもありがとう、本当に嬉しいわ。さあ、まあまあそんな感じですかね。まあ、いつもねコメントありがとうございます。わりかしね、わりかしというか、僕自分が出た動画に関しては一個も見逃してないと思う。1年前の動画とかもちゃんとコメントチェックしてるからね、新しいコメントないか。なんでね、まあどしどし気になることやら、まあおすすめの何かがあったりしたらね、ぜひ書き込んでください。あれなんかさ、そんなことあるかいっていうぐらいの美味しい話、誰しもにあると思うんだけど、も一回だけ、もう何十年前ですけど、ジャグラーのゴーゴーランプテカってる台と、あとウルトラマンって豪華にあったでしょ、あのノーマルタイプのジョアっつって、ここが光るやつ、あれが光ってる台。あと一番驚愕だったのが化け物語、僕大好きでね、5号機の頃よう打ってましたけど、化け物語の997ゲームっていうのを拾ったことあります。バイバイついてくるからね、天井。いや、みんなにもなんかあると思うんだよね、そういう、うわーマジで美味しいっていう話が。ちょっとねコメントに書いて、持っちゃダメよ、今言った3つは僕持ってません、私持ってません。よく声出さんかった、よく声出さん、水飲もうとしてたらの話です。シュドン、ここビッグ、サンキュー、5サンキュー5です。いいよ、あとレグレグとかでもいいから、しっかりポイントか稼ごう。いきますよ、トントンのタイミング、ててててて、よし来た、これは入った、状態入ったよ。ジャグレンかましていこうか、いやいや合算悪しただけやん、わしこの台の160分の1まで落としちゃったよ。これはやってます、やらかしてます。
いやマジで恋持ちに左右されるな。ビッグさんバケイチ理論がちょっと今日通用してないもんね。投資100枚であとレギュラー1回引いたところでマイナスで終わるしね。いや恋持ちに左右されるな。ってことでもうそろかな、もうそろそろです。さあ5分前ということでここからが大事な大事な閉店チャンスともに追加投資150枚投資ワンビッグでまくれる。わかった、じゃあ全力でここ引きに行こう。ゾーン入ってますんで228ゲーム。まずい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 よ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、追加投資。いや諦めないよ、諦めないから、俺は諦めないよ。最後の1ゲームまで。押したけどね今ね、ここね押したんけど、ちょっと止めます。はい、点数通り結構でございます。今押した分入れてる感じだね。実践終了です、お疲れ様です。出だしだけはいいね、最近ね速攻だったよ。開始パンパンビッグ引いて、その後中ハマりで前回よりは1ポイント多く稼いで3ポイントと閉店チャンスもなしといったところで、結果が投資が最後ワンプッシュしましたね、あれで250枚で、回収があのワンプッシュ分そのまま流したんで、あとブドウ揃ったんで52枚流しました。なんで結果マイナス198枚ということで、いやーこれ3連敗したんじゃない、3連敗してるね。これじゃダメだね、これじゃダメよ。でポイントもね全然稼げてないんで、ちょっと頑張ろう。もうそれしか出てこないからね、これでいいの、これでいい、そう今日は3ポイントでこれでいいっていう、満足して帰ろう。はい、というわけで今日もあいう作文で締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。本日は景品でもらったビスコで行かせていただきたいと思います。ビッグに偏るもすっきり勝てず、こんな日もあるよねって動画上では笑ってるけど、帰りの車では多分泣いてるんじゃないかな。ありがとうございました。